行ってらっしゃい。大丈夫か？オムラちゃん、ありがとう。私なら大丈夫。ヒバリがヘビ女に来た時からこんな風になるような気はしてたし。それよりもさっきの言葉気にならない？ああ、本部からの報告だ。何かあったのですか？半蔵学院に蛇女の城を占拠された。奴らは蛇女の超秘伝忍法書を奪取し、それを利用したのだ。現在、蛇女の生徒たちは皆凶暴化している。そのため、城は完全に無秩序になっているらしい。そして半蔵側の要求は、6時間後、天守閣に超秘伝忍法書を持ってくること。こちらが要求を飲めば、城を解放すると言っている。蛇女奪還は本部からの正式任務となった。今から5時間は自由行動とする。それまでおのおの準備を整えるがいい。なるためなら仲間を犠牲にしてもいいの？忍びなら仲間も強さも大事にしなきゃダメだよ。何やら悩んでおるようじゃな。先日は温泉でいいものを拝ませてもらった。
ごちそうさまじゃったの。確か名前は、ホーマナ。ホムラだ。あ、そうじゃ、ホムラ。ホーマナおっぱいのホムラじゃった。せっかくじゃ、寿司でも食べていかんか。寿司？な、おい！流行ってないわけじゃないぞ。うちが混み出すのは夜9時からじゃ。言っておくが、金はないぞ。金なんかいらん。温泉でいいものを見せてもらったお礼じゃ。さて、何を握ろうか。では旬のものを。おおほほ、通の言い方じゃ。こりゃ楽しめそうじゃの。今大変なことになってるみたいじゃの。ああ、大変な状態さ。それで私はあんたの孫を殺すかもしれない。そんな人間によく飯を出せるな。はいよ、お待ち。僕も蛇女の城を。何？ここでやるつもり？待て！ここは衛星中立点じゃ。戦場に行ったら戦う。寿司屋では寿司を食う。温泉ならばピチピチギャルを覗く。 TPO をわきまえ。 TPO じっちゃん、温泉で覗きは余計だよ。ほら、アスカも食べていき。いただきます。お前、城を占拠しているんじゃないのか。そうだよ、だから食べ物を調達しに来たの。なるほど、兵糧攻めという手もあるわけだ。ダメだよ、ちゃんと来てくれないと。それでちゃんと戦おうよ。だって私にはこうするしかなかったんだから。
善人と悪人か、何なんだろうな一体。私もよくわからない。どこかで誰かが笑えば、どこかで誰かが泣くものじゃ。誰かが幸せになれば、誰かが不幸になったりする。それが人生というものじゃ。しかし、いつもいつも同じ人が不幸で泣いていたら不公平になる。この世にはバランスってもんが必要なんじゃ。誰もが同じように笑うことができるように、そのバランスを取るために善人と悪人はある。わしはそう考える。だから善人と悪人は自分の道を信じてまっすぐに進めばよい。きっとそれが誰かを幸せにするんだね。アスカ、指定の時間に行く。城で待っていろ。うん、どっちが死んでも恨みっこなしだよ。もちろんだ。ごちそうさまでした。